こんにちは、ティーアドバイザーのみーです。このチャンネルでは毎週金曜日に紅茶に関する情報をアップしています。気になる紅茶の情報をたくさんお届けしているので、ぜひチャンネル登録してください。さて、今回はこちら。クスミティのアナスタシアをレビューします。今回はオーガニック紅茶で人気のハイブランドクスミティから人気ナンバーワンのアールグレイアナスタシアという紅茶をレビューしていきます。私は運よく購入できましたが、リピーターも多くとても人気があるので、たびたび売り切れが発生している商品です。この動画を見て気になった方はぜひ早めの購入をおすすめします。さて、初めにお伝えすると、こちらのクスミティ、実際に私が飲んでみて思った感想としては、香り良し、味良し、オーガニック素材のみ使用で安心という品質の高さで、自分へのご褒美やおもてなし用、贈り物などにもおすすめの紅茶です。また、ハイブランドの紅茶に挑戦してみたいと思っている方にも最適な紅茶でもあります。どういうことなのか、詳しくは後ほどご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。さらに今回、このアナスタシアの他に、イングリッシュブレックファストというブレンドティーと、アールグレイブレンドというティーバッグの詰め合わせセットを購入しました。イングリッシュブレックファストは次回ご紹介しますのでお楽しみに。アールグレイブレンドはクスミティで人気の6種類のアールグレイが詰め合わせになったティーバッグのセットです。アールグレイだけで何種類もあるなんてすごいですよね。こちらはインスタやツイッターで投稿しているミーの毎日紅茶というハッシュタグでレビューを投稿する予定なので、気になる方はフォローよろしくお願いします。それではレビューに入る前に、まずはクスミティのブランド紹介から参りましょう。クスミティは創業から150年以上の歴史を誇るフランスの老舗ティーメゾンです。紅茶、ハーブティー、ルイボスティー、マテ茶など様々なお茶を取り扱っており、そのすべてがオーガニック素材を使用した商品となっています。もともとは創始者であるパヴェル・ミハイロヴィッチ・クスミチョフが約150年前にロシアのサンクトペテルブルクにティーハウスを創業したのが始まりでした。ヨーロッパ各地へ支店を広げる中、1917年にロシア革命が起こり、混乱から逃れるために本拠地をパリへと移します。そこでフランス人の心を捉え人気を博したことをきっかけに、現在に続く紅茶のハイブランドクスミティが誕生しました。またクスミティは2021年から2022年にかけて全ての商品をオーガニックに完全移行しました。これは高級ティーメゾンとしては珍しいことです。また以前は日本にも店舗があったんですが、残念なことに2019年に日本からは撤退してしまいました。現在は公式オンラインショップや各通販サイトのほか、D&D ルーカやビオセボン、成城石井といった各店舗で取り扱いがありますので、チェックしてみてください。それでは開封してみましょう。こちらのアナスタシアは、クスミティの中では日本で一番人気のフレーバーです。缶を開けると、柑橘の爽やかな香りがブワーッと広がります。内蓋などはなく、缶に直接茶葉が入っているので、保管の際は湿気などに気をつけましょう。中の茶葉をポリ袋などに移してから缶に戻すか、缶ごとチャック袋に入れることをお勧めします。茶葉の保管について詳しく知りたい方は、以前こちらの動画をアップしているので、ぜひ合わせてご覧ください。アナスタシアは、いわゆるアールグレイに分類されるフレーバードティーです。アールグレイというと、ベルガモットで香り付けされた紅茶ですが、アナスタシアはベルガモットに加え、ライム、レモン、オレンジという組み合わせの4つの柑橘をエッセンシャルオイルで着工した贅沢なフレーバーです。実際に入れて確かめていきましょう。それでは入れてみましょう。今回は、ホットのストレート、ミルクティー、そしてアイスティーを作ってみます。まずはストレートティーから。美味しく入れるために、あらかじめポットは湯通ししておきましょう。
湯通ししておくことによって抽出の際の温度が下がらず、茶葉の美味しい成分をしっかり引き出すことができます。分量はティーカップ1杯につき茶葉2〜3g、お湯は 200ml を使用します。今回は2杯分入れるため、茶葉は 4g、 お湯は 400ml ほどで入れてみました。抽出時間は3分間です。後でミルクティーも入れるので、その分が渋くならないようにサーブ用のティーポットに移しておきます。くすみティーアナスタシア完成です。柑橘の香りがとっても爽やかで、鼻に抜ける香りとゆったり広がる余韻を楽しむことができるフレーバーです。トップノートは柑橘の吹き抜けるような爽やかな香りがしっかりと感じられます。ベルガモットがメインの力強いアロマのような香りですが、人工的なわざとらしい感じはありません。搾りたての果汁を思わせるフレッシュさが全面的に押し出されており、アールグレイ好きにはたまりません。ミドルノートはトップノートほどアロマの強い感じはありませんが、口から鼻へ爽やかな香りがスーッと流れるような心地よさです。ラストノートは鼻へ抜けた爽やかな香りが鼻腔内に余韻として残ります。トップノートからラストノートへの力強いアロマ感が徐々に穏やかになっていく過程がとっても楽しい紅茶ですので、アールグレイ好きにはぜひ試していただきたい香りです。味わいですが、日本で一番人気のフレーバーなだけあり、その味わいも日本人好みの爽やかな飲み心地です。口当たりはすっきりしていてキレが良く、香料の嫌な雑味などもありません。ミディアムボディの程よいコクと渋みで、舌がキュッとするような修練性もないので、ストレートでも飲みやすく、どなたでも楽しめます。また砂糖や蜂蜜を入れてもフルーティーな甘みが引き立ち、美味しくいただけます。柑橘の爽やかな香りが好きな人はもちろん、眠気覚ましや気分をリフレッシュしたいとき、癒されたいときにもおすすめです。おすすめ度は星7つ。ミルクティーも飲んでみましょう。ミルクは温めると独特の臭みが出てしまうので、常温に戻したものを使用します。柑橘の爽やかな香りがミルクと合わさって、まるでフルーツタルトのようなデザート系の甘い香りに変化しました。ミルクティーを作る際はミルクの風味に負けないコクと渋みがある茶葉が向いているんですが、その点においてアナスタシアはミルクティーにもぴったりなんです。ミルクティー好きの方も満足できる味わいなので、ぜひ試していただきたいです。続いてアイスティーも入れてみます。今回はオンザロック方式という濃く抽出した紅茶をたっぷりの氷に注いで冷やす作り方で入れてみました。この方法だとアイスティーでも入れたての香りや味をそのまま楽しむことができます。美味しいアイスティーの詳しい作り方はこちらの動画をご覧ください。アイスティーにすると柑橘の爽やかさがより引き立ち、すっきり感が増します。キリッと爽快に飲めるので、夏場の水分補給にもぴったりですよ。おすすめのペアリングですが、柑橘の爽やかな香りが魅力のアナスタシアにはザッハトルテやガトーショコラといった濃厚な味わいのチョコレートケーキがおすすめです。爽やかな柑橘と濃厚で甘くほろ苦いカカオの風味のマリアージュは、互いの個性を引き立て合って、さらに風味豊かに味わうことができます。また、紅茶に含まれる渋みの成分、タンニンには、油脂分を分解して消化を助ける働きがあるため、重たい味わいのチョコレートケーキでも、もたれることなく、すっきりいただくことができます。また、ミルクティーの場合は、まろやかな味わいと相性のいいチーズケーキなどを合わせるのもおすすめです。というわけで、くすみティーのアナスタシア、ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。くすみティーの紅茶は、茶葉はもちろん、香料もエッセンシャルオイルなどのオーガニック素材を使用しているので、安全で体にも嬉しいのがポイントです。どなたでも安心して飲めるので、お客様へのおもてなしやお茶会など、いろんな方に紅茶を出す機会がある方には、とてもおすすめできる紅茶です。また、ハイブランドというと、強い香りやガツンとくるような味わいなど特徴的な紅茶が多く、手を出しにくいイメージがあるかもしれませんが、くすみティーは普段のお茶をワンランクアップさせたような高級感があり、
どんな飲み方でも美味しくいただけるオールラウンダーな麺も持っているので、これからハイブランドの紅茶に挑戦してみたいと思っている方にはぜひ試していただきたいブランドです。また価格について、 20g 缶だと1杯あたり約151円という計算になり、少し高いと思われるかもしれませんが、 100g 缶の方だと約40杯分、1杯あたり約92円という換算になるので、意外とお手頃な価格です。これもハイブランドだけど初めてでも挑戦しやすいポイントだと思います。初めてでいきなり 100g も買うのは躊躇してしまうという方は、まずはお試しで 20g を購入してみて、気に入ったら 100g の方をストックとして買うといいかもしれません。クスミティは今とても人気のある紅茶ブランドで、すぐに売り切れになってしまうこともあるので、気になる方は早めに購入されることをおすすめします。ご紹介した商品は概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。インスタやツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違う紅茶を紹介しているので、ぜひフォローしてください。またブログでは動画では紹介していない商品もレビューしているので、ぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。